どうも銀の動画ですね。2021年も終わりですよ。もう今年はめちゃくちゃ早かったですね。ね、まあね、年を取るともう全然もう1年が、ね、1年がじゃないですね、毎日がもうめちゃくちゃ早く感じる、今日この頃であります。まあ、今日の動画は、まあ、ただのね、あの独り言です。別にね、あのしょうもない独り言。教習離れてバイクと接する時間が少なくなるとやっぱりね、忘れてしまうんですよね。あの運転の仕方を、バイクの乗り方を忘れてしまうというか、もうだんだんね、もうどんどん忘れていきます。でたまにやっぱりツーリング行くとなんかこうしっくりこないなっていうのがね、あるわけですよ。しっくりこないっていうのがね、バイクに対してこう乗るでしょう。それがバイク傾くとやっぱりこうなっちゃうんですよね。逃げるというかね、やっぱりこうオートバイこうなったらやっぱり体もこうなりたいじゃないですか。これを思い出すためにちょっと今日はまたね L 字クランクをちょっとやってみました。これやるとね、これをやっぱり思い出すんですよね。こうなっていくんだっていうのをね思い出すんで、今日はそのためにやってみました。で、L 字スラロームの基本的なレイアウトなんですけどね、それこそ L 字になってます。ここ、こうパイのこう置いて、こう置いてね。で、今回やったのは、まあ、同じ長さです。ここ5メートルの間隔で、ここ5メートルの間隔でやってみました。これはね、片っぽ短くしたり、片っぽ長くすると、また面白い練習になりますし、で、これをね、めちゃくちゃ長くすると、結構で、速度が出るんで、またこれも楽しい練習になります。まあね、今日は回転入れたりね、いろいろ何でもできるんで、パイロンが3本あれば結構練習になる、レイアウトだと思います。で、基本的なコース順路なんですけどね、でこここう、ここ曲がって、でこう、でこう、でこっち行って、こう、なんかね、8の字がぐにゃっと曲がったような感じです。はい、ということで、今日の動画はここまで。今日も見ていただいてありがとうございました。